がんへの理解を深め早期発見につなげようと、静岡市内で静岡県がん制圧大会が開かれました。静岡県がん制圧大会は、がんに関する正しい知識を身につけることや、早期に発見するため定期的な検診の大切さなどを呼びかけます。9月は日本対がん協会が定めたがん制圧月間で、今日の大会には県民などおよそ270人が参加しました。健康で幸福な生活を追求する上で、今や我々一人一人ががんに関する正しい知識を身につけ、がんに立ち向かっていかなければならないと考えております。講演では県立静岡がんセンターの小野博之病院長が登壇し、日本のがん検診の現状や治療方法などについて話しました。